はい皆さんこんにちは、えー、これからですね筑波大学の、B えー、MBA の国際プロフェッショナル専攻の方ですね国際筑波の国際プロフェッショナル専攻の入試対策に関する説明をしようと思います、えー、筑波の国際プロフェッショナルいろんな情報が全然出ていませんのでそれに関する入試対策の説明をここで行おうと思います つくばの国際プロフェッショナルは試験科目はエッセイと面接だけですね。まあ、全部英語で書きますよね。で、重要度はどちらも重要です。これエッセイもちゃんと書ける必要があるし、面接も非常に重要です。両方ちゃんとや取り組む必要があります。で、エッセイに関してなんですが、書く内容がまあ、過去の職務経歴みたいなことを書くのがエッセイの一つ目の えっと問でですすねね、まあ、過去の実績です、ね、組織に影響を及ぼしたことは何ですかみたいな過去のじ、まあ、職務経歴をもとにした実績で2つ目が短期的なゴールは何ですか長期的なゴールは何ですかほんでつくばの MBA がどんな役割を果たしますかっていうまあ MBA でもう一般的な質問ですねほんで3つ目のエッセイがビジネスプロジェクトっていうことで。 えー、例えばですけどインカンパニープロジェクトっていうことでまあ実務上の課題を解決しようっていうことですね。もしくはリサーチレポートでもいいとリサーチレポートっていうのは、まあ、いわゆるあの研究論文ってことですよねリサーチレポートでもいいとエッセイさんは。ということでリサ,ーチレメソリサーチレポートではなくてインカンパニープロジェクトであの内容を書く場合は別に先行研究とかもいらないですから。 あのエッセイは非常に重要ですけどそんなにこう手間がかかる作業ではないですねただその3つ目のビジネスプロジェクトをビジネスプロジェクトをインカン、えー、とリサーチレポートで書くっていう場合はやっぱり先行研究とか読み込んだ方がいいのかなと思いますね。 とはいっても筑波のその MBA のビジネス科学研究群ですねそっちに比べると全然そのアカデミックの程度は低くても構いませんので、まあ、そんなにこうエッセイも作戦に手間がかかるって感じではないと思いますももう1 2ヶ月もあれば十分かなと思います、ね、なんで面接に関しても重要度は高いんですけども筑波の国際プロフェッショナルの場合2つの面接が2つの内容に分かれてます。 一つ目の内容は一般的な内容の面接いわゆる志望時なんですかとかなんで筑波の国際プロフェッショナルを目指したんですかみたいな一般的な質問ですよねキャリア計画なんですかとか、まあ、エッセイに書いたことが聞かれるだけです。それに対してもう一つがアナリティカルパートっていうのがあるんですよ筑波は。これは時事問題に関することが紙にこう設問が書かれてるんですよ例えばうんと女性の社会進出とか消費増税とか。 それ紙に書いて渡されてそれ読んでその英語で書いてあるんでそれに関することは英語で答えるとその答えは紙を見,る見ずに面接官とのやり取りの中で答えていくってだからまあ紙を見てネタを与えられるのでそれをもとに面接官と英語でディスカッションするような感じですねだから対策としては新聞読んでおけばいいいと思います時事的な問題ですので新聞読んでおけば十分かなと思いますね。 あとは英語ですね英語力なのでその新聞読んでも例えば消費増税に関して英語で質問できなければダメなので英語力は磨いておく必要があると思いますね全体を通してね。っていう感じなので英語力が高ければこれそんなに手間がかからない試験かなと思います。ただ英語力が低い方はまず英語の勉強から始めてください。それで英語をちゃんとクリアしたらこの準備に取りかかるようにしてください。 ということで以上ですね。つくばの国際プロフェつくばの MBA の国際プロフェッショナル専攻の入試対策の説明でした。お疲れ様でした。